はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。戦国無双4実況プレイルローエンブ続けていきたいと思います。さて、白マークみたいなの行くと多分次の地方行けんじゃないかなと思うんで、ちょっと挑戦してみたいと思うんですけれども、おくにちゃんが今ね強い、今パートナーの中では一番強い。なんか来とるし、ああいうのとああいうのと激突するんだったら、ちょっと長宗我部さんがいいな。そう、一応長宗我部さんのレベルも上げたい。奏よ、誠実にの。はいはい、これやると位置変わったりする。あいつらの変わらないっすね。じゃあとりあえずまずは最初にこの人を、長宗我部さんを育てるために、あ、長宗我部さんの武器とかあんま考えてないけど、ちょっと久々の収録だから長宗我部さんの武器、あ、一応なんかいっぱいつけとるやないかい。めっちゃつけとるやないかい。おー、いいねいいね、武器だけはいいね。セキュウちゃんは、セキュウちゃんもちゃんと整理してありますね。それでは、まあ、基本的には長宗我部さんを育てる気持ちで、間違えた、なんか馬呼んじゃった、馬呼んじゃった、そんなつもりなかったのに馬呼んじゃった、ごめんね馬。でもちょっと口笛を吹く長宗我部さんはかっこよかった長宗我部さんかっこよかった。なんかあの辺で喋ってるっぽいですね。そっちに向かっていきましょう。いました、痛い、ほっ、うっとん、お、なんか蹴りをやってます。早い蹴りですね。はい、多分この辺でしょうね。はい、いった。はっ。そう、技の出は早いですね。なんか攻撃をやってんのか攻撃を受けてんのか、バックステップするから攻撃当たってんのかなって思っちゃうわ。奏でる。もう前回じゃない、だいぶ前を見た気がするけど。ダーン、ちょっと攻撃力がやはり足りない。はい、力添え感謝いたす。はったい、オッケー、おう、オッケーかな、全部倒した。え、なんかいる。じゃあ、気持ちが知らない、一応おにぎり救援、誰かを救援してればな。あー、あ、経験値、うまヘイ、馬、オッケー、行きましょう。セキュウちゃん向かっているけれども、まあ一応ね。素朴な疑問なんだけど、これ三角押しても変わらない。何、あ、ジャンプした。セキュウちゃんの方が早いんだけど、なんでやねー。なんでセキュウちゃんの方が早いねー。謎やわー。着いたぞー。着いたぞー。ほっせい。あ、当たったのかな、イエーイ。ちょっと馬を挟んで。馬を縦に使ってみたいに見えるけど、よっこいせ、ちょっと無双ゲージを貯めて扇を放ちたい。うわ、危ない、青倒した。扇放つ必要なさそうだな。おし、じゃあ、あ、うん、ここに詰めちゃいましたか。よし、ほい、うん、たまったな、無双フルだ、完璧です。これで一応敵武将目標地点阻止ですね。セキュウちゃんを追いかけていこうか。坂本さんは大丈夫。あれ、森軍に味方してる長宗我部さんなのに。深く追求してはいけない。あ、なんかあるわ。ウェポンか。ふぅ。やってる？足で。足でガスガスやってる。でも片足なのになんで両側殴れてんだろうね。謎だね。あそこに旗の手でをぶっ壊したいな。よし、え、あ、そうなんだ。とりあえず旗の手で倒した。忍者軍いっぱいいる、いっぱいいるから、とりあえずあっち側行こうか。素晴らしいご活躍ですね。ありがとう。この辺に行ける、違う、え、いや、これあれだね、一方通行だな。っていうことは、あいつが降りてくるのを待つっていうのも手だ。降りてくるかな、降りてこないな。じゃあ、ねねさん、ねねさん、やめて。はい、おー、おー、
ちょっと場所が悪かったなって感じで、あ、待って、後ろ来てるな、後ろ来てるっぽくないか、いる、いる、いる、見えた、見えた、見えた、いや、一瞬見えた、い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 た、お水かしらさん、はい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 、めっちゃ、めっちゃ遠くないか、ここ遠いな、オッケー、なんか倒した、なんかわからんけど倒した、ちょっと待ってね、はい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 、やー、はい、はい、はい、おら、オッケー、あ、協力奥義、待ってね、ちょっと協力奥義する前に、救急車がどっか行っちゃったから、お見せました、よし、どうも、なんかもう一人いるな、はずなり、なんでお隣の味方してんだろう、ちょっと、ここ、ここの外打ちって仲いいのかな、バサラだと険悪な感じですけど、どうなんだろう、あれあれ、元成さんは味方なのに高竹さんは敵なの、わけわからないね、あれ森君どうした、分裂した、無限不思議がいい、他の精鋭揃い込め、はっ、戦闘は猿と犬じゃ、ウッキー、いけ、わっ、こら、俺にまで変なまでさせんの、秀吉、お前犬やったのか、せい、とりあえず捨てたと、激戦のアギト、進めましょう、ガキラ、せっかくなのでみんな見たい、はい、織田軍ですね、織田軍を迎えに行きまして、関ちゃんはボスのところにいますね、貴様に送ろう、神婚家を、関ちゃんは大丈夫そうかな、とりあえずあっちのやつを倒してから関ちゃんに交代しよう、また、また増えた、増えすぎやんねん、あの辺にいるはずなんだけどな、いた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 いやー、使っちゃおうか、武装はちょっと武装、武装じゃない、連機ゲージは残しといて、あれ、例えば連機なんだっけ、この人連機技は一体なんだっけ、よし、貴様に送ろう、はい、神婚家を、はいはいはい、だって余裕あるんですかね、とりあえず上から行こうか、キキウちゃんはそこでボスと戦ってんだろうな、まあそれでいいんじゃないかな、それでちょっと勝家さん勝ち、ほい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 、よいしょー、なんかすごいね、なんかぐらってんのかい、ほい、はい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 、なんか無理やり殴ってきやがったか今、素晴らしいご活躍ですね、危ない、やめて、無理やり殴るのやめて、もうちょっともうちょっともう一発、オッケー、敵将よ、貴様に、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか落としたよね、ちょっとまあ今瞬間移動してなかったか今、だーか、今度は信長さん、信長さんがあっち側にいるので、とりあえず武将頭いるけどほっとこうか、信長さんはちょっと怖いからあれ必要かな、武装奥義やるべきかな、光秀か、これみっちゃんじゃないか、ゲットアクション、アクション確定させて通常攻撃か、武装攻撃か、1,2,3,4,5 みたいな、いる、これはこれはこれはチャンスだ、チャンスチャンスチャンス、ちょっと早かったかな、もうちょっといろいろやってからの方がいい、あ、でもほとんどやってる、ほとんどクラッとしクラッとして死んだわ、オッケー、いた、通りすがり殴られたぞ、オッケー、関根ちゃんあとはやっちゃおう、はい、高掛さんがボス、誰か横にいるんだよな、お見つかしらか、はっ、貴様に送ろう、あ、神婚家を、敵の、ちょ、ちょ、ちょ、隠密を倒した、OK です、隠密を倒して、解き放つ、すぐにやる、当たりますか、当たってね、どう切り抜けました、倒し、ん、敵将、終わってないな、何をしてるんだ、ここは、もう超速攻でここ来てるし、あ、終わった、あ、目標地点ここかーい、目標地点だった、君の目標地点到達だったか、ごめんね、勝利条件全然見てなかったわ、すげえブレブレなんだけど影、何、なんでこんな影ブレブレなの、やったぜ、ミッション全部制覇、
これお30装備道具数が上がるんだ。6まだ6か。チャージ攻撃タイプって言われるのにチャージ攻撃全然増えてない。超スカムさん結構拾いましたね。黄色ばっかだなこれ。だから汽船、だから汽船いらねっつってんだろう。ああこれはあれか、大きいやつが必要なパターンですね。お、ニュー、ニューいいね、ニュー。はい、信長さん、なぜか信長さんが上がったわい。鎧の場所が変わってしまったな。ん、あ、信長さんと喋れる。鎧の場所どこ行ったんだ。鎧なくなったな。まあいいや、信長さんにお話ししに行こう。よろず屋には入らない。そして信長さんに会う。信長さんはね、数回会ったことがあるから、タイトルがな、出くわした怖いな。やめたげて。女の子にそんな急にやっちゃダメだよ。男の人でもちょっとダメだよ。抱きついたらダメ、押し倒してもダメ。信長さん何してんのよバカ。あー、まあ分かってるけど、それにしてもダメだよ急に。世の傍らにいたウヌは運が良い、暗殺だ、逃げるぞ。なんでこう会ったばかりのね、まあ、確かに石油ちゃんは可愛いけれどもさ、なぜ部下じゃなくて石油ちゃんをかばったんだこの人。まあ石油ちゃんがね危険じゃないと信長さんの警官が見抜いたんでしょうね。死体は片付けろ、織田家の奴らに暗殺をけどらせるな。なかなかイケボだな。まだ遠くには逃げておらぬはずだ、探せ。目がキラキラしてるよ。しかも信長様、どちらにおられます。お助けに参りました。出てきてくだされ。はい、ここは出ていかない。そうそう、おかしい。もうこれ私はいつも出ていかないしかやらないんですけど、出ていくって言ったらやっぱ下がんのかな。探索担当一緒に笑いましょう。良いぞ、笑え、笑って進み続けよ。目の前に広がる乱世を笑いつつ、踏みにじり破壊せよ。なんで壊すんや。ここでなんか知り合いになるっていうあれなんだけれども、なんで知り合いになる前に助けてくれたんだろうね。本当にね、謎だわ。やっぱり信長さんっていうのはこうなんか喋りが独特なんだなーって、こう無双おばさらもそこは通ずるところがあるっていう、なんでかなー。あ、鎧マーク出ましたね。じゃあちょっと鎧マーク突撃していいかな。ちょっと時間かかりそうだけどね。もうここでだってちょっと喋る人もいないしね。ここはちょっとパートナーをくにちゃんに変えて、鎧マークじゃねえな、なんだっけ。いらっしゃい。ありがとうございます。お城マークに突撃してみましょう。もしかしたら負けるかもしれませんが、行ってみましょう。はい、新たな知恵の扉を開け、行きたいですね。元就さんか。よっしゃ行くぜ。君道具が増えたんだよね。道具全然石油ちゃんは使わないんだけどね。あ、そういえばこれなんか衝撃波、衝撃波じゃない、衝撃を展開する、結構これ使えそうな感じがせんでもない。あとはなんかいいのあるか。移動速度が上がるともいいよな。これまだ2しかないのか。属性がついてもな。錬金ゲージを消費しなくなるって、もうセキュちゃんの錬金ゲージの技はそんなにな、あれだしな。お金とかは別にいらないし、境界エリアを解除する、これもありかな。でも15秒間だしな。このままでいいんじゃないか。じゃあ、おくにちゃんの道具は、まあ、これでいいんじゃないかな。これは、攻撃力だしな。いや、でも攻撃力いるっちゃいるのかな。どうだろうな。攻撃速度か。速度よりは攻撃力かな。じゃあ、これで、ちょっとガチで頑張りたいと思います。
この戦強化エリアがあるから、シキュウちゃんはまず強化エリアを潰しに行こう。シキュウちゃんもおくにちゃんもとりあえずまずは旗持ち兵をぶっ壊しに行こう。旗持ち兵をぶち壊していきます。テルモトさんは一旦無視します。ミッション出た。そういうミッションマジいらない。まずそういうミッションいらないわ。おい旗持ち、おい、はい、オッケー。協力奥義とかはめんどくさいのでやりません。あれなんかすごい、なにこいつら、めっちゃ鎮座してる。鎮座してるからなんかあれだな。協力奥義云々はいい。奥にちゃん旗持ちを潰しに行ってください。オッケーです。とりあえず旗持ちだ。旗持ちを潰さないと境界エリアがめんどくさい。いた旗持ち兵、全然敵いねえな。はい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 、それいらないな。コンボは、コンボならまだできんことはないんじゃないかな。もう敵が多いんだよ。こういう時こそあれなんだけどな。オッケー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 、今チャンス、旗持ちを潰した今がチャンスだ。ここはおくりちゃんの技で一網打尽。いた、コンボはほぼほっといてもいい。関与ちゃん、高本さん、とりあえずこれを倒す。そして上のビッグマークを、おら、これはうん、コンボは大丈夫。コンボちゃん道順間違えたけど、まあいいや。これでこのままこっちでもいいや。おくにちゃんの方に多分森さんがいるんだろうな。でもとりあえずせい。義務賞の撃破はどうだろうな。一応これで無双王子ってのがただの王子なのか、それともこれなのかがわからないんだよな。どっちが無双王子なの。うん、でも成功したからこっちなのかな。いっぱいできた。じゃあ次関羽ちゃんも、はい待ってね、はい一応回復しとこう。ほっせいオッケー。おおいいね。でも当たってないんだな。ほいいいね。最終的に周りも殴ってくれる、いいね。オッケー、あ、関口ちゃん来てたんだ。お隣さんだけだなとは。おー続いてますね、技が。あ、ええあ、2回止めなきゃいけなかった。まじか。別にいいわ。別にミッションは成功しなきゃいけないなんてことないし、温床みたいなもんだし。よし、ほらく。もうこれはいいんじゃないかな。後世に意味のある戦いになればいいんだ。ここは決めさせていただこう。キキュウちゃんはどこかで何かやってるんだろうな。うるわしい。インドクレヤス、元内さん、あーありませんですね。おっしゃ、二人がかりだ。マジでいじめだ。はいはいほい、痛い、はいはっ、なんか失敗した、はっはっ、はい、嘘、にゃん、なかなかやりおるな元成さんの瞬間移動した元成さん。あ、もう一回協力奥義受けたな。はい終わったな、終わった。せっかくなんでちょっとこの辺拾えてんのかな。この状態でも拾えてるんだろうか、そこが疑問だが。よっしゃ行った、簡単やった。なんであの小少々ちゃんとめっちゃ難しかったやろうな、謎だわ。時間結構かかってしまった。早く終わったっていう割には時間かかってんな、全体の時間がな。はいやったぜ。地方一の有名人さん、すてき、 ありがとうございます。ご視聴ありがとう。新たな地方へ進行できる。よっしゃ、九州行きたい。とりあえず西を制覇してそれから東側に行きたいんだよな。はい、ということで今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。